祇園少女の鐘の声諸行無常の響きありシャラ草樹の花の色上者必衰の断りを表す漢の大毛陵の首位唐の六山これらは皆九州専攻の祭りごとにも従わず一チャンネル皆さんこんばんは声優の一吉尋です 本日は平気物語の冒頭。皆さんご存知ですかよく学校で暗記して暗唱したりしたと思うんですけど、祇園少女の鐘の声で始まるやつですね。今日はそれを寝る前の朗読として読みたいなと思います。祇園少女の鐘の声。 諸行無常の響きあり、シャラ草樹の花の色、乗車必衰の断りを表す。溺れる人も久しからず、ただ、春の世の夢のことし。高き者もついには滅びぬ。とえに、風の前の塵に同じ。遠くイチをウをとぶらえば、 真の長江、漢の王網、陵の守位、唐の六山。これらは皆、九州専攻の祭りごとにも従わず、楽しみを極め、勇めをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の売れうるところを知らざりしかば、久しからずして、 傍事にしものどもなり、近く本庁を伺う,うに、上兵のまさかと、天行の住友、甲和の義臣平治の信頼、ごれる心もたけきことも、皆とりどりにこそありしかども、ま近くは、六原の入道、 さきの打浄大臣、平野阿孫清盛公と申し人のありさま、伝え受けたまわるこそ、心も言葉も及ばれね。平家物語、巻第一、疑音奨者でした。すごく懐かしいですね、なんだか。すごく久々に読みました。 難しい漢字がいっぱいだったのでちょっと読めるか心配だったんですけど読めてよかったです <laughs> 今日はここまでですそれではまた次回会いましょうよく寝てくださいねおやすみなさいここまで お願いします。また次の動画で会いましょう。見てねー。